1987年メキシコグランプリは、1987年 F1 世界選手権の第14戦として、1987年10月18日にメキシコシティのエルマノス・ロドリゲスサーキットで開催された。金曜のフリープラクティスでは、ロータス・ホンダのアイルトンセナが最終コーナーでコースアウトしクラッシュし、 コース上にまで部品が散らばったため、セッションが一時中断された。なお、セナの体にダメージはなかったため、そのまま午後の予選セッションに出走した。土曜日の予選では、ウィリアムズホンダ FW11 バイトのナイジェル・マウセルが、ポールポジションを獲得した。2番手には、シーズン後半に調子を上げてきた、フェラーリのゲルハルトベルガーがつけた。 約2300メートルの高地にあり、酸素が薄いことから、ターボエンジン車が上位を独占したが、舗装が悪く、バンピーな上に、埃が多く滑りやすい路面に手こずるドライバーが多く、アクティブサスペンションのセッティングに苦慮したロータスホンダの、アイルトンセナや中島サトルが中盤に沈んだほか、予選アタックに失敗した、マクラーレンタグのステファニー・オハンソンも中盤に沈んだ。 クラッシュ多発決勝は、一周目にマクラーレンタグのアランプロストが、ウィリアムズホンダのネルソン・ピケと絡んでリタイアし、さらに二周目に入った一コーナーで、追い抜きをかけたロータスホンダの中島サトルが、マクラーレンタグのステファン・ヨハンソンに追突し、さらに、ザクスピードのクリスチャン・ダナーがこれに巻き込まれたが、レースは中断されずそのまま続行した。当初は、スタートに成功した。 フェラーリのベルガーとベネトンフォードのティエリー・ブーツェンがリードしたが、ブーツェンは15周目に、ベルガーも20周目に、相次いでエンジントラブルでリタイアし、その後はスタートで出遅れたものの上位に戻っていた、マンセルがリードした。マンセル独走エディ・チーバーがドライブするアローズへ1 0バイトメガトロン、その後、26周目にアローズメガトロンのデレック、ワーウィックが最終コーナーで、 単独クラッシュし、脳震盪を起こして一時マシンから出られなくなった上、部品がコース上に散乱したためレースが中断された。2ヒート制となったレース後半ではマンセルが独走状態になり、最終的にレースをマンセルが制し、ドライバーズタイトル獲得に期待を繋いだ。しかし、マンセルとのドライバーズタイトル争いで優位に立つピケも1周目の プロストとの接触からリカバーし2位に入り、タイトル争いは日本 GP に持ち越されることとなった。3位にはブラバム BMW のリカルド・パトレーゼが、4位にはアローズ・メガトロンのエディ・チーバーが入った。燃費に苦しんだベネトン・フォードのテオ・ファビは2周遅れながら5位に入った。なお、フリープラクティス時からアクティブサスに悩まされたロータス・ホンダのアイルトン・セナは、 金曜日のフリープラクティス自動用にスピンオフし、リタイアした。また、酸素が薄いためにターボセッティングが難しいこともあり、多くのマシンがターボトラブルでリタイアし、感想は急大であった。ジムクラークカップ争いの激化6位には、上位のターボ勢が多数リタイアしたことに助けられた、ローラーフォードのフィリップ・アリオが入り、1ポイントを獲得するとと,ともに、自然休憩。 エンジンユーザーのためのドライバーズタイトルである、ジムクラークカップの獲得に期待を繋いだ。しかし、7位に、ティレルコスワースのジョナサン・パーマーが入ったことから、タイトル争いは、総合ドライバーズタイトルと同じく、日本 GP に持ち越されることとなった。初グランプリ、ヤニック・ダルマス。ありがとうございます。